YouTuber ガシャペイです。今回はゴミズヌードルさんです。移転後初めての訪問でした。小田急線湘南台駅徒歩2分のところにあります。今回は短い動画ですよ。食べてるところは撮りませんでした。久しぶりの醤油そばです。和風の出汁が柔らかく香り、醤油がキリッとしていて美味しい。柔らかいチャーシューでした。とろける感じの食感です。味もしっかりしてましたね。麺は平打ちの細麺、自家製麺で醤油に抜群に合います。やっぱり王道の一杯ですね。リッチにすると味玉とチャーシューが混ざります。煮干し水に浸った麺が非常に美味しいです。このつけそばを初めて食べた時の衝撃、忘れられません。チャーシューは軽めの味付けでしたね。スープにつけて食べても美味しかったです。麺線が綺麗な中細麺は風味がいい。そのままつけ汁でも美味しい。美味しかったです。ごちそうさまでした。ゴミズヌードルさん、やっぱり醤油そばは王道の醤油感がいいですね。干し水も抜群に美味しい。選べるつけ汁もいいですね。次の動画は間を空けずに投稿できたらいいな。魔王に誓って。終了。